どうも、ミミシキです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。皆さん、パソコンに保存している動画や音楽のファイル、また DVD なんかを再生したいって方、いてませんでしょうか？そういった方のために、今回は Windows のパソコンで使える動画再生プレイヤー、ゴムプレイヤープラス2024をご紹介したいと思います。以前に月額290円で動画制作に役立つソフトがいろいろ使えるようになるサブスク、ゴム Easy Pass っていうのを紹介したんですが、今回紹介するゴムプレイヤープラス2024っていうのはそのサブスクに含まれるソフトになります。ちなみにそのサブスクには動画再生プレイヤー以外にも動画編集ソフト、画像を作成、編集することができるソフト、あとパソコンの画面を録画することができるソフト、また音楽を収録、編集することができるソフトっていう風にいろんなソフトがいろいろ使えるようになるので、とってもお得なサブスクとなっております。一応 Windows のパソコンには Windows Media Player っていうね、動画再生ソフトが入ってますけども、中にはその Windows Media Player ちょっとね、使い勝手がいまいちだなとか、痒いところに手が届かない、機能面でちょっと物足りなさを感じる、そんな方もいてると思います。ゴムプレイヤープラス2024というメディアプレイヤーを使えば、もっと快適に動画や音楽を再生することができるので、パソコンで動画や音楽を見たり聞いたりする機会が多いって方は、ぜひこの動画を参考にしてほしいと思います。はい、ではまず最初にゴムプレイヤープラス2024の一般的な使い方をご説明しますと、ゴムプレイヤーを立ち上げるとこういった画面が出てきます。ゴムプレイヤーに再生したいファイルを読み込みたい場合は、左上の、はい、ここのメニュー画面にある開くってとこから、はい、ファイルを読み込むことができますし、またこのプレイヤー画面の右下にある、はい、ここ開くっていうボタン、はい、ここをクリックすることでも、はい、読み込みたいファイルを選ぶことができます。また再生したいファイルが入っているフォルダを開いて、はい、直接、はい、動画や音楽をドラッグ&ドロップすることでも、はい、こんな風に動画を読み込んで再生することができます。ウィンドウの大きさは、はい、こんな風に隅っこの方にマウスカーソルを持っていって、はい、ドラッグすることで、はい、自由にね、大きさを変えることができますし、右上の方に、はい、全画面表示させるボタンであったり、はい、最大化表示させるボタンがあるので、モニターの画面いっぱいフルスクリーンで再生したいときは、はい、こちらのね、ボタンを押せばいいと思います。基本的な操作方法としてはもうすごく簡単で、はい、ここにね、再生ボタンがあるので、はい、ポチッと押せば再生することができますし、でもう一度押せば一時停止、はい、でここの停止ボタンを押せば、はい、動画が停止します。そしてこちらの、はい、右左の、はい、早送り巻き戻しボタンで10秒スキップ10秒戻しができます。でこちらのスピーカーみたいなアイコンをクリックすると音をミュートすることができます。はい、もう一回押せばミュートが解除されます。隣にあるこのメモリがこれボリュームの調整なので、はい、ここでね、音のボリュームをコントロールすることができます。はい、でもうちょっと細かく操作したい場合は、はい、ここにコントロールパネルってね、はい、ここをクリックすれば、はい、こんな風にさらにね、コントロールパネルが表示されます。でこのコントロールパネルの再生タブのところで再生位置っていうところ、ここでも10秒スキップ1分スキップ10秒戻し1分戻しっていう風にね、はい、早送りとか巻き戻しすることができますし、再生速度も自由にお好みで調整することができます。あとリピート再生っていうところをオンにして開始位置と終了位置を決めてあげると、その決めた範囲のとこだけを繰り返し再生することができます。で次にここのキャプチャーっていうアイコンをクリックすると、表示されている映像の一コマを画像として保存することができたり、部分キャプチャーっていうのをクリックすれば、はい、こんな風に、はい、この一部だけを切り取って画像として保存することもできます。保存した画像はコントロールパネルにあるこのキャプチャーっていうのを選択すると、はい、
ここにフォルダを開くってあるので、ここをクリックすると、はい、保存先のフォルダが開きます。続いて再生したい動画ファイルとか聞きたい音楽のファイルが複数ある場合は、ここにねプレイリストってボタンがあるので、はい、これをクリックするとプレイリストのウィンドウが開きます。このプレイリストに再生したい動画とか音楽のファイルを、はい、こんな風にドラッグ&ドロップしておけば、このリストに沿って動画とか音楽を再生することができます。ファイルの順番もドラッグすれば簡単に入れ替えることができます。プレイリストの下にある、はい、ここのねボタンを押せばシャッフル再生することもできますし、はい、ここのプラスとマイナスのボタンでファイルを追加したり削除したりすることができます。あとここのフォルダのアイコンを押せば、そのお気に入りのプレイリストを保存したりすることもできますので、いろんなプレイリストを作って保存しておくといいと思います。で、このプレイリストとコントロールパネルは、はい、こんな風にこの再生のねプレイヤーに近づけると、はい、ピタッとくっつきます。必要がなかったら、はい、この×ボタンを押せば、はい、消すことができるので、状況に合わせて表示したり消したりしてみてください。では続いてゴムプレイヤープラス2024のおすすめポイント、使ってみていいなって感じたところをご紹介しますと、まずやっぱりコスト費用面でお得かなと思います。動画再生プレイヤー単体でサブスク月額290円と考えるとちょっと高いかなって思うかもしれませんが、動画編集ソフトとかパソコンの画面を録画できるソフト、画像を作成できるソフト、その他もろもろ使えて290円と考えるとこれはコスパはいいと思います。そして操作方法もシンプルで分かりやすいです。マニュアルとか説明書なんか読まなくてもほぼほぼ使うことができるので、初めて使う方とかこういったソフトが苦手な方って方でも直感的に扱うことができます。で、メディアの再生プレイヤーとしてはもう機能的には十分です。動画音楽の様々な形式のファイルを再生することができますし、再生の速度もお好みで自由に変えることができます。なので動画の再生速度を少し上げて視聴時間を短縮したいって方にはおすすめです。また動画の一コマを画像として保存できるので、 YouTube のサムネイルを作るときなんかも便利かなと思いました。あともう一つ、一応有料のソフトになるので煩わしい広告が一切入らないっていうのもおすすめポイントです。はい、で気になる料金プランについてなんですが、ゴム EG パスのサブスクの料金について説明しますと、これ一応月額制と年払い制があります。月額毎月支払うのであれば月々290円、1年間分を一括で支払うと今現在2024年の7月の時点では2400円になっています。なので月々払うより、まあ大体1年間あたり、まあ、1000円ちょっと安くなるって感じですね。ちなみに中には動画再生プレイヤーだけ使えたらいい、他の動画編集ソフトとか画面を録画できるソフトなんかはいらない、月々支払い料金が発生するサブスクは嫌だって方もいてると思います。そういう人には動画再生プレイヤー単体の買い切りプランもあります。こちらの料金は2200円となっています。サブスクの月額と年払い、また単体の買い切りプラン、これね、どちらが自分にとってお得なのかをちょっと考えてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は Windows で使える動画再生プレイヤーゴムプレイヤープラス2024をご紹介させていただきました。ゴムプレイヤープラス2024サブスクのゴム EG パスがちょっと気になったって方は、公式サイトの URL をこの動画の概要欄に記載しておきます。またゴム EG パスに含まれる動画編集ソフト、パソコンの画面を録画できるソフト、これもね、以前に紹介してますので、そちらの動画のリンクも概要欄に記載しておきます。気になるって方はぜひチェックしてみてください。はい、といった感じで今回の動画は以上になります。このチャンネルでは動画の初心者とか、あとパソコンやスマホ、IT が苦手な方を対象にいろいろ役立つ情報についてお話ししています。もし興味を持っていただけましたら、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。
この動画が少しでもためになった、参考になったという方は高評価、グッドボタンをよろしくお願いします。コメントなどもいただけると励みになりますので、お気軽に書き込んでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。